2022年2月。まだ冬の寒さが厳しい日、私たちは一匹の保護猫に出会いました。名前はオリ。推定 2,3 歳のオスの猫です。オリは数日前に交通事故に遭い、大きな怪我を負っていました。まだ人が怖いのか不安な様子のオリ。オリはこれから元気に回復して人とも仲良くなれるのでしょうか。これはそんな保護猫オリの物語です。ここは都内にある保護猫のシェルター。いろいろな理由で保護された猫たちを各地から受け入れている施設です。はい、こっちはもう眼球摘出をしているんですけども、こっちも網膜剥離で、全く見えてないそうです。中には怪我や病気でハンデを負った猫もいます。この日、保護された場所からオリがやってきました。このリュックの中にオリがいます。いるかな？見えるかな？はい、はい、大丈夫なの。ちょっと、初めての場所に警戒している様子のオリ。オリを受け入れたネコリパブリックの内川さん。ネコリパブリックでは保護猫カフェやこちらのシェルターを運営し、保護猫たちの飼い主を探す活動をしています。ちょっと怖がりさんでシャーっていうみたいですけど。リュックからケージの中に移します。はい、頑張ったね。はい、頑張ったね。はい、どうぞ。動ける？足動く？あ、少し動くね。偉いね。うん、怖いね。怪我をしているため歩くのもおぼつかないオリ。怖い怖い怖い。大丈夫よ。オリが保護されたのは東京の福生市。交通事故の直後だったようです。通りすがりの人が、もう顔中血だらけになっている猫ちゃんを道端で見つけたっていうことで、もう亡くなってるかなって思うぐらい血だらけだったそうです。また同じ場所通りすがりの、ご夫婦 と、合計で 4人の方が、協力して、動物病院に運んで、その後、緊急手術などを行って、なんとか一命を取り留めた子になります。頭を打ったようで顎は骨折していました。さらに当初右半身が完全に麻痺していたといいます。本当に寝たきりでご飯も食べられない、排泄も排便もできなかったっていう状態だったんですけれども、それでもなんとか回復したオリは1ヶ月弱で退院。このシェルターにやってきました。麻痺していたところもゆっくりですが動かすことができるまでになりました。ところであまり聞き慣れない響きのオリという名前。ハワイ語で、幸福を意味するそうです、はい。この名前をつけてくれたのは、オリを病院まで運んでくれた4人でした。病院での手術代も負担してくれたといいます。
ね、交通事故には遭ってしまって不運なんですけど、その後に見つけられていろんな人の手助けによってこう助けてもらえたので、ある意味ラッキーだったっていうことで、ハワイ語で、幸福を意味するオリ君という名前が付けられました。話を遮るように登場したのはジャック。右目が不自由ですがとても元気で人懐っこい性格です。ここのシェルターではオリの先輩猫です。ジャックは最近飼い主が決まり、もうじきここを卒業することになりそうです。ここにいる猫たちはジャックのように新しい家族と出会うため、人になれる訓練を行い、保護猫カフェにデビューしたり譲渡会に参加したりすることになります。まだ人になれず威嚇してくるオリ、ご飯をあげてみることにしました。ちゃんと食べてくれるのでしょうか。器を口に近づけてみます。葛藤してる感じはあるので、怖いくて我慢してる感じですか、うん、そうですね。なかなか食べてくれません。こっちはどうですか。こっちはどうですか。あ、いけるね、いける、ね、何だそれ。ちょっと食べ始めました。おいしいね。今度は食べてくれました。ゆっくり少しずつではありますが、自分の力で食べてくれたオリ。本当に保護したての時はもうは、全く動かない状態だったので、寝たきりだったので、今かすかにこう移動ができるぐらいに回復してきたことがもう奇跡なんじゃないかっていうふうにおっしゃっていました。幸せという名前をもらった保護猫のオリ。これから新しい家族に出会うことができるのでしょうか。